233丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ホワイト、プレーンズロード線の駅である。ブロンクス区、ウェイクフィールドの233丁目と、ホワイトプレーンズロードの交差点に位置し、2系統が、終日、5系統が、ラッシュ時混雑方向へ向かう一部列車が停車する。西から見た、駅駅は九百十七年三月十一日に、IRT ホワイト、 プレーンズロード線の東219丁目駅東238丁目駅間の延伸開業とともに東233丁目駅として開業した。駅は観光線2線と急行線1線、相対式ホームに面を有した高架駅で中央の急行線にはホームがなく定期旅客列車の通過はない。どちらのホームにも赤い屋根があり、ホーム端には 黄色の展示ブロックがある。これらは2006年の改装工事中に設置された。また、ホーム両端には、外壁がなく黒のスチール製のフェンスが設置されている。駅名標は黒地に、白のニューヨーク地下鉄標準のものが設置されている。2006年には、スコモンヘイストニンにより制作された、アートワーク、シークレットガーデン、ゼアーズノープレイスライクホームが設置されている。 これは、ホーム壁面のステンドグラスと植物、果物、木などを描いた駅舎から構成されており、ニューヨーク植物園をモデルにしている。駅には、ホームの下に改札外があり各ホームから、それぞれ2つの階段と1機のエレベーターが接続している。改札外には、回転式改札機と台上専用の回転式改札機2機、切符売り場、地上への階段2つ、 地上へのエレベーター1機があり、階段1つとエレベーター1機が233丁目とホワイトプレーンズロードの交差点北西に階段1つが同交差点南東に降りている。ありがとうございます。